続きまして株式会社トラエッティング代表取締役社長 CEO 永江祐樹様です。株式会社トラエッティング様は明日の未来を今日作ろうを企業理念に掲げられ、ノーコード AI クラウドウンベルトを活用して高数の大きい企業内の知能作業を自動化する名古屋大学発 AI ベンチャーでございます。ではよろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。お世話になっております、トライエッティングの永江と申します。よろしくお願いします。知能業務の自動化ということで聞き慣れない言葉あると思いますが、今日この話聞くと大体2分ぐらいで、ああこんなことできるのねっていうところを分かっていただけるかなと思っております。トライエッティング累計 7.2 億円調達しているシリーズ B の会社でございます。名古屋の AI 企業と覚えてください。知能業務、頭を使わないといけない、めんどくさい業務をですね、コンピューターにやらせてあげるよということを指していただいています。とりわけ弊社のサプライチェーン、物を作って運んで売るというところの物と人の数量配置最適化というのを指していただいている会社でございます。豊田合成様、あと東急不動産様などからご出資いただいている会社でございます。儲けていただく、これがお客様に向けての提供価値でございます。 AI を作ること、 AI を導入することはあくまでも手段だと割り切っている会社でございます。でここら辺ちょっと難しいのでちょっと置いとくんですが、データ分析をお客様の方で難しいコーディング、いわゆるプログラミングですね、こういったことをしていただかなくてもデータを取得、解析、そして画面に実装していただける、そういったノーコード AI というプラットフォーム、お手元でノーコード AI と検索していただくと一番上に出てくると思います。ウムベルトというものをご提供しております。でこれを自社で活用し、業務特化型ノーコード SaaS ご提供しております。シフト作成、ハーベストというのをご提供しておりまして、こういったデータ活用をお客様の方で面倒くさい作業をしていただかなくても使っていただけるように、人材がいらない、面倒くさいデータの統合前処理がいらない、そしてお安い、ここにこだわって弊社がご提供しているのが弊社ノーコード AI ウムベルトでございます。データを集めて、しかもこれは誰が持っている、誰でも持っていらっしゃる、例えば取引データ、日付、数量、日付、商品 ID、数量、この3列のデータを入れていただくと、コーディングせず、レゴブロックを組み合わせるように AI を作りまして、需要予測の結果がドカッと出てくる。例えば薬局さんとかですと、50万 SKU とか100万 SKU ってざらにあるんですけれども、こういったものをですね、3分から5分程度で、重要予測ドカッと出てくると、国内で最早、そして精度が高い、その重要予測をこのノーコード AI でデータを入れるだけで簡単にできてしまう、そういった本当に使える AI というのを1年待たずに結果が出てくるというのが弊社のウムベルトでございます。またこれを使った SaaS、ハーベスト、もっと簡単でございます。勤務規模を収集してですね、ボタンを押すだけで飲食店とか看護介護士事業者様のシフトがドカッと自動で出来上がってしまうというものでございます。大企業様で多くのご活用実績がございます。ありがとうございます。そして何よりもお伝えしたいのがこれからの2枚のスライドでございます。他社の4分の1以下の期間とコストで AI を導入いただけるという安さ速さ、そして導入効果の定量効果にこだわっているというところが弊社の特徴でございます。以上でございます。ありがとうございました。